ちょっとメイク、メイクしよう。喉無事ですか？いや、はい、あのうなぎ大変でした。本当に終わりにちょっとお腹すきすぎたので、うなぎ食べるじゃないですか。でまあ普通にうなぎの骨が喉に刺さりまして、あのお米飲んだんですよ。なんかお米飲んだらいいって私もなんか聞いたことがあったから、普通にお米飲めばいけるかなみたいな。そしたらなんかちょっと和らいだんですよ、痛みが。まあ平気かなと思ってそのまま寝るじゃないですか。でも昨日ちょっと眠れなかったんですけど、で朝方は、まあ、眠れないのもあって急に喉が痛み出して、骨の痛み出して、もともとあんまり眠れてなかったからそれが起きて、えやっぱ良くないんだ、すぐ耳鼻科に行くが正解。でもさ、すぐって言っても夜中だしさ、朝から仕事あったしさ、もう行けないわけじゃないですか。もうどうしようと思って、でも超痛かったの、やばい痛いと思って、で鏡 見に行ったのよ、こうやって携帯のライトで照らして。そしたら見えるわけですよ、骨が刺さってんのが。え骨あるやんってなって、でピンセットで取るのがいいみたいなの書いてあったからピンセットで取ろうかなって思ったんですけど、ピンセットなくて、で綿棒、奥に入れるもの綿棒しかないと思って、綿棒でちょいちょいって、もう超苦しかった、うえーってなりながら乗りながら綿棒で取って、そしたら骨が出てきたんですよ。もう泣きながら骨取った。辛かったんですけど、朝から朝7時ぐらいにそれやって、めっちゃ痛い、めっちゃ辛かった。でもそうです、取れてよかったです。やっぱもうさ、昔さうなぎさ骨が苦手で嫌いだったんですね。でもなんか大人になったら食べれるようになったなって思ってたんだけど、またトラウマになっちゃう。私うなぎ大好きなのに、なんかまだちょっと変な感じする。気のせいかな。で夢でさ、その後夢見ててさ、なんか他にも3本ぐらい刺さってる夢見てさ、なんか耳鼻科で撮ってもらってる夢見たの。なんか麻酔夢かな。あまだ3本ぐらい刺さってますねみたいな。どんだけ急いで食べたん
たりまくりやろ。ほんと今日は長丁場なんですよ。朝リハして空き時間あって、今その空き時間でこれから今日は9時半ぐらいまでお仕事です。だから夜の配信は今日はないかな。魚の骨刺さるのね。でもこの空き時間にちょっと断捨離したんですよ。偉くないですか。ちょっと片付けないと、本当に本当に本当の片付けないと、まず断捨離しないとプレゼント開けられないと思って、先にプレゼント開ける前に断捨離しました。そうです、そろそろコンタクト買いに行かなきゃ。そう、プレゼント開けるために断捨離。もういらないものは捨てる。そう、服の収納スペースとかを作りました。早く開けたい、プレゼント。もう1週間経つ？え？私誕生日からもう1週間経ちました。あらまあ、早っ。時の流れ怖っ。1週間寝かせてる。寝かしてる間にどんどん美味しくならない、ならないか。ちなみにこの配信は50分ぐらいで終わりにして、もう支度をしないといけない。そう、お酒さ冷やしといてって言われたんだけどさ、なんか常温で冷やす、うん、常温で置いとくやつもあるじゃないですか。どれを常温で やってどれを冷やしたらいいか分かんなくてさ、何どれを冷やしたらいいか分かんないけどさ、廊下すっごい寒いからさ、ほぼ冷蔵庫みたいにならない？
ダメ。どれだろう、冷やすやつ。さっきお酒類だけちょっと見たんだけどさ、冷やさなきゃいけないのがどれかわかんなくてさ、とりあえず外に置いといたんだけど、39ってやつ冷やして。 39? どんな袋に入ってた？どんな未来じゃない、どんな見た目ですか？お酒ね、お酒すごくいただいたんですけど、ちょっとほんと冷やした方がいいやつ教えていただきたいね。え、私お酒本当に好きなんだけど本当に飲みきらないよいっぱいありすぎて。家族の集まりに持っていきたいんだけど、家族の集まりなんて年に一度あるかないかだから。するか。篠崎家はさ、お兄ちゃんが既婚者で子供いるからなかなか集まらなくてさ、末っ子の妹は寂しいんですよ。兄が帰ってこないからなかなか。私はいつでも集まりたいし、家族で旅行とかも行きたいけどさ、いいですよね。今日はナチュラルメイクで。ちょっとだけにして、開封動画、もはやお酒並べたし。でもさ、それできるかな。なんか面シプさ、結局まだ作ってないじゃないですか。面シプ一発目の動画を開封動画にしようかって話してたんですけど、それならいけるかも。なんでも一応ね、いや、まず更新頻度上げて面シプ用の動画を撮らない限り面シプ始められないってなって面シプもないかと思ってた。そうなるよね。だってただ面シプできましたって言って何もコンテンツ始めてないのに、なんかそこだけ始めるの嫌だったからさ。ってなったんだよね。だからなんかの動画を撮ったら面試限定動画とか出そうかなって、面試始めようかなとは思ってますけど、まあいつになることやらみたいな感じで。メイクこんなもんで手を打ちます
会員証のさ、そう届いてない方がいらっしゃる。なんでだ？届いてないですか？届いたってみんななんか言ってたからさ、届いたんだって思ってたけど、なんか届いてない人もまだいるみたいでさ、どんぐらい届いてどんぐらい届いてないんだろう。なんだっけ今言ってたの、会員証となんだっけ、なんか今話してたっけ。 T シャツ ね、誕生日 T シャツもさ、誕生日に売るから誕生日 T シャツであってさ、1週間遅れて誕生日の T シャツさ売られてもさ、誰が欲しくなるのねえ、そう思うよね、みんなも今日一の声の張り。もう1週間だよ。T シャツも寝かされてます。会員証再送お願いしたら着払いでみたいなメール来たよ。なんでやねん。え、だってファンクラブっていつできましたっけ？もう何ヶ月経った？去年の5月？6、7、8、9、10、11、12、8ヶ月経ってるの？本当にファンクラブ周りはもっとしっかりしてもらわないと。なんかガチャもすごいクレームが来てました、私に。ガチャやりました？皆さん、なんか回してデデデデデンデンってなる前に回した分だけなんか外れ通知みたいなの来るみたいな、そんなガチャある？みたいな。メールでドルドルドルって送られてくるんだって、外れ通知が。システムがなんでよ。じゃあちょっとアイロン持ってきていいですか。
39ってやつあったよ。冷やしといたよ今。ちいかわかわいいね。やばい、あと5分じゃん。5分で髪できないな。これさ、この服ユニクロなんですけど、めっちゃ可愛いからおすすめ。そう、これ色違いもあったんだけど、でもね、ちょっとユニクロの中では高いなって私は感じたので、値下げになったりしたら速攻買った方がいいと思う。そう、ユニクロです。めっちゃ可愛い。ユニクロの回し物だって可愛いんだもん。なんかすごく、ほら見て、これもユニクロのジーパン。今日上下ユニクロなんですけど、この丈もね、めっちゃ可愛くない？短めで超お気に入り。4000円くらい、上下両方とも。でも全身コーデ1万円8000円でできるって考えたらめっちゃコスパいい。ヒートテックも着てるよ中。でもヒートテック私は綿がいいので、ユニクロじゃなくて無印だ。そう、インナー系は全部無印で揃えてるんですよ。当ても無印一緒だね。肌がかぶれちゃうから。着る人がいいと何でも可愛い。ありがとう。君が着たら何でも可愛くなるんだ。ありがとう。49分。はーい、こんな感じで OK。 じゃあジャブジャブタイム入ります。ほら意外とそんな出てないんですよ。こんぐらい。これをね、内側から入れてって、その後表面になじませて、最後に前髪。手荒れにもさそう。確かにあれですもん、肌にも使える。で、基本前髪にちょっとまだ足したいなーってなって、追いオイル、前髪のみ。こんなもんかな。
これで完成です。今日のテーマは清楚限りなくナチュラルメイク、そしてストレートヘア、ザ清楚。オッケー。オイルが漏れてて今机の上がビチャビチャです。なぜ漏れる、なぜ、なんで、すっごく漏れてる。ダメよ、まったく。もうまあ後でやりましょうね、もう時間ないのでね。はい、持ち物チェックね。リップ持った、ハンドクリーム持った、あと歯ブラシあるでしょ、携帯、携帯持ったでしょ。ブレスレットなんてつけちゃったり。みゆみゆちゃん、ブレスレット、とアクセサリーをつけて、お仕事に行ってまいる。私さ、あ、財布忘れてた。ナイス。あれ、つけてない。やばいやばい。お財布忘れがち。ねね、つけれない。あ。やばい、ちょっと焦ってる。時間ない。はい、順位読みたいと思います。13位から金和さん、12位アリさん、11位シーロンさん、10位ピオチさん、9位ヤッシーさん、8位マサリンさん、7位マコトさん、6位マチュルさん、5位カザシタグチームナーさん、4位ナオジーさん、3位チャンター、2位テリー香港さん、1位オゲリンアトチームナーさん、55位モナちゃん枠がルサイチプラス5さん。じゃあ行ってきます。